こんにちは、今回の皇室の課題ですね。4月の8日締め切りになっています。3月の課題になりますが、コロナウイルスの影響でちょっと稽古ができないということもあって、今回は全員に、自宅でやっていただくことになりました。そして配ったお手本なんですけどね、ちょっと多めに書き込みをしてあります。今回 1,2 年生のから動画撮っていきますけれども、ポイント一応書いておきました。いい方悪い方、ちょっと見ていただくと分かるかなと。普段お家の方にこういう説明をすることがあまりないので、見学の時とかそういう時ぐらいしか、なのでこういうのもいいのかなっていうのもねあります。ちょっとだけですけど、はい。それでね、ポイントなんですけど、 1,2 年生はまず何の文字を書くのかもそうなんですけど、線がどっちにこう膨らんでるのかな、これは膨らんでる線なのか反ってる線なのかとか、どちらにこうしなっているのかなとか、ちょっとしなるっていう言葉が難しいかもしれませんけれども、こう膨らんでるものかそれとも反ってるものか、それぐらいは多分わかると思います。そのあたりをよく見て、こうへこんでからこう膨らんでるなとか、自分なりの言葉でいいと思いますので、そのあたりをよく見るようにすることですね。見ることっていうのと、あと自分が書いてる線がどうになってるのかっていうのを観察するっていうところからスタートだと思いますので、そこがねやっぱり見れてないまま書こうと思ってもなかなかうまくはいきませんからね、その辺をねしっかりやっていってください。さあ、ではいつものように少し拡大をしながら書いていきます。好きなことはですね。ね、真ん中の線をねよく見ましょう。縦のラインは右寄りになりますね。私今日もかなり丸い鉛筆を使ってます。あんまり入れなくてもこうね太い線が描けるぐらいのものの方が本来はいいです。やっぱりお母さんたちからよく言われるのは、皇室の時には結構描けたとしてもノートの字がねいつも汚いっていうのはやっぱり皆さんね言われるんですが、早く描く学校で早く描かなきゃいけないっていうのはあるのかもしれない。板書なんかの時はね、そういう時皇室みたいにゆっくり書くわけにいかないので、そのあたりちょっと粗相な感じにはなったりすると思うんですけど、それと皇室はまたちょっと別物だっていうところも少し頭に置いていただいて、長い目で見ていただければなっていうところはあります。早く書く技術っていうのは少しよく見て真似て書くっていうのとは少しまた違ったジャンルというか、その辺になったりするので、そのあたりはまずは綺麗に見て真似るところをスタートさせといて、そこから徐々にっていうところに入っていきますので、なかなか小さい子にそれを教えるのは難しいところですね。ちょっとね話がそれましたけれども、スーッとスーって書くときにもこうギューッと上がってそこを下がってくるような、少し漢字の一のような感じもしますけれども、違うところといえばこういう入りの部分が漢字だったら結構しっかりめにギュッて入ってこういう風にスタートする、これが漢字の漢数字の1ですけど、これとはちょっと違いますよね。ここね映んなかったね。ギュッて入ってこういうの、これは漢字の1の方ですね。これの入れ方は漢字でも、こちらの方は少しこう柔らかい感じがします。これがひらがなの特徴で、しなりがこう入ってる状態、こういうのが出るようになるとすごく綺麗な線っていうのが描けるようになります。それからこういうところですね、木とかのこういう部分っていうのはこれを受けてこちらに来るっていうところ、でこの部分をしっかり開けるようにしたいんですが、あまり大回りしすぎないようにしましょう。今回の毛筆の方でもどこかの学年で言ってるんです、これ3年生だったかな、受けてきて
キューッと力をだんだんこちらに入れていく、力が強くなってるっていうところで、この受けの部分、こちらからこういう動きに入ってくる、これができるようになるとこういうところは綺麗になります。はい、なですよね。なとかこういう結びのある文字、真ん中がどこ通ってるのかって言ったら、ここの時点では真ん中じゃなくて構わないっていうところですね。こうキューッと来て、ここの内側にキュッと入るこの部分で真ん中に到着すればいいことですので、ここの羽からいきなりここに飛ぼうとするとおかしなことになりますから、そのあたりはここでつながるような感じで自然に行きましょう。こういうところの隙間はこうね、しっかり取れるようにしてください。じゃあ続き書いていきます。これもスーッと来て、だんだん力強くなってます。入りよりもこちらに来る時の方が力が強い。でまた抜けて、そこからまた優しくからギューッとここに向かって強くなる。この力加減がね、一本の線の中に同じところが一つもないような、そういうイメージで行ってくれるといいですね。でこの鉛筆すごく優秀で、こう色の濃さが分かると思うんですよ。濃いところっていうのはやっぱちょっと強く描いてるところなんですけど、この辺ね、この辺薄くなってると思うんです。こういうところの濃淡を見てもらうと、あ、ここは力が入ってるのかなとか、抜いてるところかなっていうのが分かると思うんですよ、ね。これもスッと跳ねたら、ここからつながるようにして、例えばこうやってくるっと持ち替えたとしても、前のところを思い出しておいてこう書き出すこと、そういうところですね。やっぱり、ね、鉛筆だとちゃんと持ち替えなきゃいけないんですけど、持ち替えるってこれをね、芯の部分がこう同じようにこう使えるように、ここの先のことを言ってますよ。ここのね、いつも同じように行くようにこうやってくるくる回しながら使ってるんですが、それがね、そのタイミング、例えばこうに来て、次ここにそのまま行きたいけどちょっと回しとかないとかなっていうのは、自分でしか感覚がね、どうしてもこれ伝えることって難しいので、自分の感覚があるはずなんですよ。それでね、もしこう変えたとしても、前のところを思い出してから書くっていうところですよね。はい、力という漢字が来ましたね。ここ漢字なので、こういうところの気質しっかりめに入れていいです。ギュッと入れてこうスッと持ってきますね。こういうところもしっかり入れて、結構タッチ気味な感じ、立たせておいてください。こういうライン、こういうラインに持ってきておいて、しっかりここも入れてギュッ、こんな感じですね。これで努力です。努力するので、また巣が来ます。こういう風にしなるようにこう来ますよね。右寄りです。頭出しておいていいです。トントン、止まる部分は2箇所、そして短く切ります。はい、でこういうところ見逃しがちですけど、るとかね、そういうのをしな、ここはこうキュッと反るような感じ、キュッと、ただの棒にビーってならないようにこうギュッとしてから、こう斜めの下のライン、これはこうに、なんとなく三角形見えるといいですよね。形、外形はどうなってるのかなっていうところ、それでこの結びを作るところはっていうと、この部分ちょうど真ん中に来るといいですね。はい、のですね、ここから、ここで長さ、この長さで大きさ決まりますけれど、こう曲がってきますよ。ぐーっとこう曲がってカーブしてきてから、こう上に上がります。これ上でいいです。あんまりこう横にこうに広がるのはあんまり綺麗じゃないので、上で止まってください。そしてここを通過するようにして、あとは下がるだけですね。
です。キュッとこれぐらい勢いがあってギュッとこう持ってくる感じですね。そこからまたこれもここに向かうとき分かりづらいですけど、あの力が入りっぱなしじゃないんですよ。どちらかというとね、ここはそんなでもなくてこの辺から強くなっていくようなイメージですね。ここはもちろんギュッと強いですよ。だけど折れたところはそんなに力をこう入れてるわけじゃないので、いつもいつもあのギュウギュウしてるわけではなくて、むしろ抜けてる時の方が多いんじゃないかなって思うぐらいです。まあでも昔のことを思い出してみると、あのすごくね力入れて書いてたなっていうのは自分でもありますので、なんていうかやっぱり書き方がどうとか持ち方がどうとかっていうよりは出来栄えっていうところに目が行くものだと思います、本人は。なのでまあ書いてるその字をもちろん良くするっていうところが一番なんですが、少しどういう風にしたら書きやすいかなって、自分がねどういう風に持ったら少し思うようにいくかなとか、ちょっと頭を使うようになるとそれがもっと早いんじゃないかなと思います。ちょっとね昔の反省点を踏まえてっていう話をするとそんな感じですかね。そうね、それから句ですね。句は真ん中の線がこうにあったら右側から入ってください。そしてこれもキュッと入ったら、あまりずっとギューってすごく力をこう入れて書いてるっていうよりはスッと持ってきて、次です。こっちの方が力入ってます。力が抜けてるところっていうのはこの部分で意外とスッといってるのですね、そう、はい。でうという字はこう縦長なのでもう上ギリギリから来てください。グーッと来てこうお尻突き出すような感じの点の打ち方で、そこから下に一旦下がって上に上がってもう一度ストーンとやります。でこの時に、こういうところの余白をしっかり取るようにしてあげると、あのうがねうらしくなるというか、ちょっと横幅が出たりするとほら「つ」のようになったりしちゃうじゃないですか。そういうところを余白をうまく使うようにしましょう。隙間っていうことですね。一マスの中に目いっぱい書くわけじゃないっていうところを覚えてしまってください。いつもいつも同じように目いっぱいではなくて、ひらがなはそれぞれ形が違うんだっていうところですね。ですがマスはいつも同じじゃないですか。こういうね大きさがマスはね、この四角いマスのことですけど、そうだからそのあたりをよく考えてみましょうっていうところ。そう何回か同じのが出てくるのでね、もし一箇所失敗しちゃったなって思ったとしてもあんまり気にせずに、むしろ消しゴムで汚してしまったりっていう方があまり良くないです。消すこともみんなね 1,2 年生消しゴム大好きですよね。大好きだと思います。みんな使わないでねって言ってもやっぱり使っちゃうっていうところもね、まあ、それもわかるんですが、なるべく使わないように、まあ、集中してやるっていうところですね。でもし使うのであれば消しゴムの上手な使い方を身につけるぐらいな気持ちでやるといいんじゃないかなと思います。どんな消しゴムでどういう状態のものを使えば自分はいいのかなとか、この鉛筆の時にはこれを使おうかなとか、そのぐらいまでもし極められるならそれはそれでいいかもしれないですね。私はね物消し一筋ですね。結構まとまるくんの方にこう行ってた時期もありますけど、やっぱり物消しに戻ってます。今でも物消しですね。
症状書いたりする時のあの線を引いたりするのも全部そうだし、うん、お世話になってます。それからちょっとお名前ね書くところ、今回はこうやって丸を書いてますけど、これ何が言いたいかっていうと、この隙間をあまり詰めすぎないでねっていうところが言いたいだけなので、文字数どうとかってわけじゃないので、そこだけね、あの、うん、私5文字じゃないよとかね結構突っ込まれるかなと思ったんですけど、はい、間隔を空けましょうっていうところですね。下もちょっとよ、余りが出てるぐらいがいいかなと思います。そしたら学年は、学年のねこれ間違いもやっぱりあるんですよね、未だにまだあるのでちょっと気をつけてください。今回はあの一発勝負となります。稽古中にやるときは聖書のものも2枚ぐらい書いてもらったりするときもあるんですけどね、だから選べるんですけど、今回は1枚なので絶対に間違えないようにしてください。はい、こんな感じですね。あとはもうこちらのお配りしてるこれですね、これよく見てもらって自分がダメな方を書いてないかなっていうところだけよくチェックをしてみてください。はい、では次3、4年生いきますね。